こんにちは、隙間授業チャンネルです。今日はリニア中央新幹線は本当に建設できる、総工費が 1.5 兆円も増えた理由とは、というテーマで解説していきたいと思います。様々な問題で工事が思うように進んでいないリニア中央新幹線ですが、品川から名古屋間の総工費が 1.5 兆円も増えたことをご存知ですか？これまで JR 東海は品川から名古屋までの総工費を 5.5 兆円としていましたが、2021年に入ってから総工費が7兆円になる見込みだと発表しました。公共事業の場合、想定していた予算よりも増えることは頻繁にあるので、増えたこと自体は驚きませんが、1.5 兆円という金額には驚かされました。現在建設中の北陸新幹線の金沢から敦賀間の総工費が 1.6 兆円になる見込みですので、今回の追加分だけで北陸新幹線の延伸ができるぐらいのお金が動きます。どうしてこんなにも総工費が上がってしまったのでしょうか。今回はリニア中央新幹線の総工費が上がった理由について解説していきます。 1.5 兆円の内訳とは、まずは 1.5 兆円の内訳を見ていきましょう。難工事の対応5000億円、地震対策6000億円、発生度の活用先確保3000億円となっています。簡単に解説すると、難工事への対応は、名古屋駅と品川駅付近の地下工事が想像よりも難しく、安全リスクを考慮して、工事を行うために追加で5000億円が必要になったということです。地震対策については、ガイドウェイなどをもっと頑丈なものに変えて、地震が発生した時も安全に対処できるように、するために6000億円が必要になったということです。発生度の活用先確保は、トンネル工事によって発生した土を別の場所で活用するための運搬費用に3000億円が必要になったということです。ちなみに発生度の活用先は、神奈川県横浜市の本木埠頭を埋め立てるために利用されるようです。JR 東海の財務状況は大丈夫なのか？ただでさえ巨額の費用が発生するリニア中央新幹線の建設ですが、1.5 兆円も増えて JR 東海の財務状況は大丈夫なのでしょうか？これまで JR 東海は東海道新幹線の施設を譲り受けたことにより5兆円を超える負債を負っていました。これを年間1400億円ずつ返済してきた実績があるため、今回の増額により単純計算すると10年ほど返済期間が延びることになります。さらに大阪延伸の費用もかかるので、JR 東海の財務状況はかなり厳しいでしょう。ただ、東京から大阪間の高速鉄道輸送需要がコロナ以前に戻るのであれば、無理な数字ではないと考えられます。JR 東海としては戻ると予想していますが、現実は厳しいのかと考えています。大阪延伸の総工費も上がる。大阪延伸に関しては、まだまだ未知数ですが、おそらく大阪延伸の総工費も上がると思います。これまで品川から大阪までの総工費が9兆円と言われておりましたので、単純に今回の 1.5 兆円が増えるだけでも 10.5 兆円になります。さらに大阪でも難工事や地震対策が発生すると思われるので、こちらも 1.5 兆円から2兆円ほどは増えるのかと思います。そうなるとさらに JR 東海の財務状況は厳しくなりそうです。本当に需要はあるのか？リニア中央新幹線が開業すると三大都市圏の移動は格段に速くなり、三大都市圏の結びつきが強くなり、日本経済も発展が予想されます。ただ、リモートワークが当たり前になりつつある現代では本当に需要が回復するのでしょうか？私の予想ではかなり難しいと考えています。ゼロコロナを目指すのは非現実的であり、ワクチン接種が進んだとしても、変異株の脅威は続くと考えています。
ということは、必要以上に外出をせず、特に仕事においてはリモートでできる部分はリモートで対応し、リアルに会うとしても近場の人同士が会うことに限定されるのかと予想しています。よって、長距離のビジネス移動というのは、需要が戻りにくいと考えています。もちろん、予想なので現実はどうなるのかわかりませんが、リニア中央新幹線は厳しい未来が待っているのかと思います。今日の授業はここまでです。もしよければ、あなたの意見をコメント欄で聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いします。